アレクサンダー・ジェームズ・マクリーンはアメリカ合衆国の歌手。フロリダを本拠地とするボーカルグループ、バックストリート・ボーイズのメンバー。AJ もしくは AJ ・マクリーンとして知られている。フロリダ州、ウェストパームビーチにて母、デニス・フェルナンデスと父、ボブ・マクリーンの子として生まれる。4歳の時に両親が離婚、以後母親と祖父母に育てられる。 1990年、母、祖父母と共に演劇及び歌のキャリアアップのために、同州オーランドに移住する。幾度となくニコロデオンやディズニーのオーディションを受け、同曲の、ウェルカムフレッシュマンにて役を得、コメディー、ハイ、ハニー、アイアイムホーム、デシャンク役を演じた。しかし、間もなくプロデューサーの老いによって取って代わられた。ジョニーノーネームという分身を作っている。 バックストリートボーイズの他のメンバーと共演しない時に使用している。ジョニーは片親であることや幼いことから祖父母と暮らしているなど本人との共通点がある。一方、習慣歴があるという違いもある。ジョニーとしてニューヨーク周辺で活動もしている。JNN 財団を立ち上げ小児糖尿病研究や学校での音楽チャリティのための基金を設けた。また、 VH1 のセーブ・ザ・ミュージック財団のために旧都市を巡るツアーも行った。元来、分身はジョニー・スードという名前であったが、ブラッド・ピットが演じていた役と同盟であり、訴訟を起こすとされたため、ジョニーのネームに変更した。2008年3月、本人名義で初めての公演をロサンゼルスのアナハイム・ハウス・オブ・ブルーズとザ・ロキシーで行った。公演は自身のソロ曲や、 バックストリートボーイズのインコンプリートのソロバージョンで行われ、バックストリートボーイズのツアーと並行して5から6月のヨーロッパまで続いた。ソロプロジェクトは、ワンリパブリックのボーカルライアンテダーやプロデューサーのダンマから、クリスチャン・ランディン、インシンクの元メンバーである JC 社税とともに行われている。2010年1月20日、日本で12曲のアルバムがリリースされた。 ドラッグとアルコールの中毒となり、2001年と2002年にリハビリ施設に入る。ニュージーランドのラジオ局、ZM でのインタビューで、中毒から抜け出る間は大変な苦しみがあったことを告白している。2011年1月には主にアルコール中毒に関するチェックとして、3回目のチェックをリハビリ施設で受けている。会を TV と報道のツアーの準備のため、 最高のコンディションでファンに最高のステージを見せたい思いからだった。このことはツアーには影響を及ぼさなかった。2010年の誕生日の1月9日にラスベガスで恋人でありメイク担当のロッシェル・カリディスと婚約した。その後2011年12月17日ビバリーヒルズで結婚。出席したメンバー全員から祝福を受けた。 翌2012年11月27日、長女エヴァ・ジェームズ・マクリーン誕生。ありがとうございます。